はい、皆さん、こんにちは。DZ エチューンシャルリサーチの和田です。ただいま8月30日の金曜日ですね、午後の1時33分ぐらいになりますけれども、 SBI FX ニュース始めていきたいと思います。昨日からですね、ドル円ですけれども、アメリカの強い指標がありまして、一旦買われる場面があったんですが、その後は株価の失速等も手伝いまして、戻り売りに押されるという形となりました。そして今日の東京市場は、米国が3連休をですね、控えている週末ということもありまして、なかなかですね、値動きがないという形、月末ということもありまして、輸出、輸入両サイドのですね、フローが若干出たのみという形となりました。全般的には様子見がついているという形となっています。そこら辺の値動き、少し詳しく見ていきたいと思います。はい、こちら見てもらってますのが、昨日から1日通してのドル円の5分チャートです。昨日は朝方こそですね、NVIDIA の決算の発表の後ですね、日経平均先物が売られたということも手伝いまして、一時144円の22の安値まで値を下げる場面があったんですが、その後、日経平均が一時安値200円近いですね、下落から、失礼しました、400円を超える下落からですね、買い戻しの動きとなる中でですね、じりじりと下値を切り上げる展開となりました。そして、月末に絡みます実需の買いも手伝いますと、144円の86まで値を上げます。その後は欧州時間入ってきますと、144円の45まで下押しをするんですが、下押しも限定的に終わりました。そしてニューヨークのですね、を迎えるという形になったわけですけれども、ニューヨーク時間入りますと、昨日は注目していました、4、6月期のアメリカの GDP の改定値、こちらが発表となっています。前期比年率で 2.8% の予想のところが 3.0%。新規失業件申請件数も 23.2 万件の予想のところが 23.1 万件と、いずれも予想よりも強い数字ですね、が出たというところから、アメリカの金利の上昇とともに、ポーンと買われる展開となったわけです。その後出ました7月のアメリカの住宅販売保有指数、こちらは前月比でプラスの 0.2% の予想がマイナスの 5.5% と、こちらは逆に弱い数字となったわけですけれども、この弱い数字の反応はほとんどなく、結局は金利の上昇とともに145円の55まで買い上げられるという形となりました。ただ、その後はですね、買われていました日経平均先物が失速する中、144円の73まで下押しをする場面がありましたけれども、引けにかけては145円台を回復して、ニューヨーク市場を引けるという形となっています。そして、今日の東京市場ですが、見てください、こちらです。今日の東京市場はですね、冒頭でもお話しましたように、月末ということもありましたので、輸入の買いや輸出の買い、こちらが行き交うという形になったわけですけれども、基本的にはですね、もみ合いという形となっています。朝方こそ145円の07まで値上げる場面がありましたけれども、その後、輸出の売りを受けまして、144円の66まで下押しをします。ただ、午後にかけましては、ほとんど値動きありません。144円の80を挟んだ、極めて狭いレンジでのもみ合いがついているという形となっています。こちらの5分チャートの方からちょっと下値のですね、目でを確認することができます。昨日のニューヨーク時間の安値、144円の45ですね、ここら辺りが下サイドとしてはポイントということになります。今日の安値も144円の66ですので、ちょっと下サイドですね、底堅くなってきていることが分かります。こちらも日足のチャートで確認しましょう。ドル円ですけれども、8月の26日に143の45まで下押しをした後、少しずつですけれども、下値を切り上げてくるような状況、そして先週からですね、続いています戻りのですね、頭を押さえていますのが、ここの線ですね、一目の転換線なんですけれども、今日は転換線が145円の40まで降りてきてるんですね。で、昨日の高値も145円の55ですから、転換線の40や昨日の高値の55あたりを抜けてくるかどうか、抜けてきますと少しショートカバー強まる可能性がありますけれども、非常に重要な、チャート上のですね、ポイントが近づいてきていると、こんな状況です。下サイドは先ほど5分チャートで確認しましたニューヨーク時間の安値144円の45や、昨日安値の144円の22、そして最終的には26日のですね、143の45というところが重要なサポートレベルということになります。ユーロドルの方も確認しましょう。ユーロドルもポジション調整中心の動きとなりました。昨日は欧州時間入ってすぐにドイツの各州のですね、州ごとの8月の CPI 出たわけですけれども、軒並み弱い数字が出ました。その後出ましたドイツの8月の CPI、結局ですね、プラスの 0.1% のところ、予想のところ、マイナスの 0.1%。前年比でも 2.1% の予想が 1.9% と弱い数字が出たわけですけれども、その前から各週ごとの CPI が弱いというところから思惑的に売りが強まるという形となったわけです。そしてアメリカの強い指標を受けてアメリカの金利10年債利回りで 3.8863% まで上昇するわけですけれども、この金利の上昇とともにユーロドルも 1.1056 も安値まで下押しをするという形。その後の買い戻しも 1.1088 にとどまりますと、やはり戻りの鈍い展開が続いています。今日の東京市場はほぼほぼ値動きありません。 1.1070 から 1.1083 と13ポイントの狭いレンジ取引にとどまっています。こちらも日足のチャートで確認しましょう。ユーロに関しましてはちょっと上抜けしたかと思いきや、結局ですね、一目の転換線を下抜けてきてしまっているんですね。今日の一目の転換線 1.1129 なんですけれども、やはり、そこの昨日の高値の 1.1140 とともに戻りが鈍いという形ですね。下サイドに関しましては昨日の安値 1.1056 もそうなんですが、こちら8月14日の高値 1.1047 や8月の5日の高値 1.1008、こちらも重要なサポートになってきています。そして何と言いましても、一目の基準線が 1.0990 に来てますね。こういったところもですね、下がったところはポイントになってくるでしょう。少し上サイドのトライに失敗した後のポジション調整が続いているという形です。はい、それでは今日予定されています主な経済指標ですね、この後確認していきます。はい、こちら見てもらってますけれども、今日は欧州時間入ってきてから4時55分ですね、8月ドイツの雇用統計、そして6時が8月ユーロ圏の HICP 消費者物価指数の速報値が発表となります。また同時刻に7月ユーロ圏の失業率、9時が7月南アフリカの貿易収支、そして4、6月期インドの GDP も予定されています。9時半になりますとですね、4、6月期のカナダの GDP、 そして今日一番重要になりますのが7月のアメリカの個人消費支出や個人所得 PC コアデフレというですね、インフレ指標が非常に重要になってきます。10時40分が8月シカゴ PMI ですね、そして11時が8月のミシガン大消費者態度指数の確報値、こちらも重要になってきます。そして今日はトルコがですね、休場扱いという形です。いずれにしましてもですね、日経平均の動向に非常に左右されやすいドル円なんですけれども、今日もですね、日経平均31600円台を回復するという形となりました。今は少し上げ幅を縮めてますけれども、それでも144円高というところをですね、推移しています。やはり本日もですね、週末、アメリカが3連休を控えるですね、週末ではありますけれども、やはり日経平均先物の動向ですね、こういったところに注目が集まるというところ。そして今日は PC コアデフレーターというインフレ指標がありますので、これを受けましてアメリカの金利動向、アジア時間でも今10年債が 3.8634% 若干プラスで動いてますけれども、こちらの金利動向をですね、十分注意深く見ていくということになりそうです。それでは今日の解説をお願いいたします。